お疲れ様です。そういえばこの予告、一時さんと一緒にやったことありました？ない。たまには呼んでやるか。いらない。仲間外れみたいでかわいそうですよ。でもさ、ハーレムものみたいになりそうで嫌じゃない？チヤホヤしたくない。確かに。ここはガールズトークで楽しみましょう。どんなお話しします？ネタがないって脚本家が泣いてる。予告書くためだけに丸2日棒に振ったんだって。しかもその後半分以上ボツになって書き直しさせられてた。これ以上書かせたら壊れちゃうよ。あれ、というかこれ最後の予告じゃありませんか？次が最終回。うっそ、最後までふざけ倒して終わんの？主人公が一度も出ないまま終わっちゃいますよ。一時くん、一時くん。え、何、最後に一言。感動的なやつ。え、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 時間切れ。